はい、皆様お疲れ様でございます。お時間になりましたので、本日のインフラ分野におけるメタバースの活用に関するセミナーをですね、今から開催したいと思います。本日のですね、司会進行を務めます、九州中央整備局インフラ DX 推進室長の中志と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、こちら会場とですね、ウェブによる参加をしていただいている皆様にとってですね、より良いセミナーにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。九州中央整備局ではですね、土木研究所と連携いたしまして、ゲームエンジンを用いたインフラ整備の新たな設計手法の開発に取り組みましてですね、令和3年の12月、河川分野におけまして、全国初となる社会実装を行ってございます。その後、道路事業やダム事業におきましても、社会実装されるなどですね、インフラ分野におけるメタバースが幅広く活用されてございます。で、本日はですね、河川分野だけではなくてですね、道路分野やダム分野にも利用可能なセミナーをですね、開催したいと考えてございます。セミナー、開会にあたりましてのですね、開会の挨拶を九州技術事務所のですね、山下所長の方からお願いいたします。皆さんおはようございます。九州技術事務所所長の山下でございます。本日はインフラ分野におけるメタバースの活用への、ご参加誠にありがとうございます。本セミナーは、昨年の5月に引き続き第2回目の開催となります。お集まりいただき、多くの方々から申し込みいただきまして、感謝申し上げます。先ほどの司会からもお話がありました通り、国交省ではアイコンストラクションを28年度から始めており、さらに DX 推進本部を設立しまして、デジタル技術を活用した変革を進めているところでございます。本日のセミナーでは、午前の部として九州や全国における取り組み事例などの紹介を3講演ほど予定しております。1つ目の講演は、当整備局インフラ DX 推進室の建設専門官である府様より、九州地方整備局におけるメタバースの活用と題して、ゲームエンジンを用いた実際の活用事例についてご紹介いただきます。次に、ゲームソフト界でご活躍のエピックゲームズジャパン様より杉山様をお迎えしております。ゲームエンジンのノンゲーム分野での活用事例と最新機能についてをご講演いただきます。最後に土木研究所自然共生センターの林田主任研究員より、河川事業の合意形成に活用するメタバースと題しまして、バーチャルツアーを用いた合意形成や河川利用についてご講演いただきます。お三方におかれましては、先進的な取り組みのパイオニアとして現在ご活躍されておりまして、貴重なお話を伺えるものと思っているところでございます。また、午後の部では日本工営の佐藤さんにご協力いただき、メタバースを用いたインフラ整備セミナーを開催いたします。前回のセミナーと同じく、皆様と一緒に手を動かしながら直接体験してもらう、ハンズオン方式において進めてまいりたいと考えております。セミナー後は、本日受講した皆様が各分野におきまして、これらの技術を積極的に活用していただき、働き方改革の一助となれば幸いでございます。午後3時30分までの長時間のセミナーとなりますが、最後までお付き合いいただきたいと思います。以上をもちまして、私の挨拶にさせていただきます。それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、午前の部講演のですね、1つ目になりますが、九州地方整備局におけますメタバースの活用としまして、DX 推進室のですね、府様へ建設専門官よりお願いいたします。ご紹介いただきました九州地方整備局インフラ DX 推進室、草前と申します。それではですね、私の方から九州地方整備局におけるメタバースの活用について講義をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず私の紹介でございます。私が平成4年に建設省九州地方建設局に入省しまして、現在の職には令和3年からですね、勤めさせていただいているところでございます。
建設業界の働き方に改革を起こすためにですね、3D、メタバース、クラウド、AI、ドローン等のですね、デジタル技術を駆使した、駆使しているところでございます。でですね、私、四半世紀前に、技術士の総合技術管理部門に合格しまして、平成24年にはですね、文部科学大臣賞の開発賞を受賞するなど、デジタルに詳しい土木技者としてですね、さまざまな取り組みを行っております。令和5年につきましてはですね、内閣人事局デジタル庁人事院共催のですね、ワークスタイル変革取り組みアワードで受賞、また2023年土木学会のですね、建設マネジメント委員会の優秀講演賞等を受賞させていただいたり、またですね、我が国最大のメタバースの団体でありますメタバースサミットジャパン2023でですね、登壇させていただくなどですね、さまざまな活動を通して皆様に DX をお話しさせていただいて、だいたい年間にですね、1万人ぐらいの方にですね、DX の体験や講演会等を行わさせていただいているところでございます。さて、メタバースのお話ですが、私たちは日々多くの決断をしているのですが、それらの決断はですね、良い結果であったり悪い結果になったりします。皆さん、現実を映した鏡の中の世界でいろんなチャレンジをしたり、そしてうまくいったことを現実で行う、またですね、未来の世界を見てからさまざまな決断をしたり、もっとうまく今日に工夫したい、そのように思えたことはないでしょうか。まさにですね、インフラ分野のメタバース、そのようなことを実現するツールとしてですね、私たちは開発しているところ、現実のデータをもとにですね、仮想世界を構築し、そこでさまざまなチャレンジを行ったり、未来を可視化する、こういった用途にですね、使おうとしているところでございます。メタバースというのはですね、コンピューターの中に構築された3次元の仮想世界やそのサービスというような、ウィキペディアには書いているところですが、これ実を言うとですね、決まった定義がまだなされてなく、ニール・スティーブソンの小説で用いられた超越と宇宙を組み合わせた造語でございます。でですね、話しているものとですね、聞く側で定義が違うと、ちょっと何を話しているか分からなくなるところもありますので、本講義ではですね、メタバースをインフラ分野に限定してですね、ゲームエンジンを用いて、現実は未来の世界を仮想空間上に構築して、それをインフラ分野の整備や管理に活用することという定義でお話しさせていただこうと思います。インフラ分野、特にですね、メタバース有効と私たちは考えて、これはですね、我が国、非常にですね、他国と比べても精度良い国土の3次元データを大量に保有している。またですね、オープンデータ化も進んでいるところでございます。国や自治体、民間企業等ではですね、定期横断測量等で大量の3次元データが今もどんどん蓄積されている。また静岡県、長崎県等自治体ではですね、こうして取得された3次元データのオープン化も次々と進んでいるところでございます。またですね、国土交通省におきましても、例えば能登半島の災害現場の3次元データの公開等ですね、行うことによって、こういった3次元のデータがどんどんですね、自由に使えるようになって、ただですね、これをメタバースに活用しようというですね、発想が今までなかった。まさにですね、条件は揃っていた。またですね、この技術、日本人に向いている技術と考えられております。テレビゲームやアミューズメント等にも広く使われている。最近はアニメ等にもですね、多く使われるようになってきました。これは非常にゲームエンジンに向いている。日本人に向いている。また特に若年層はですね、生まれた時からこうした高品質のコンテンツに触れており、まさに下駄を履いた状態と考えています。またですね、これ非常にですね、従来にない特徴を持っている。まさに写真や映画のような圧倒的な高品質、ソフトウェアが無償、また音と連動したりですね、また現実の物理計算を用いたりですね、非常に高い効率性、またですね、ゲームエンジン、非常に多くの業界に使われているので、他の産業分野と技術者をシェアできるなどなどですね、良い面がたくさんあると考えています。インフラ分野ではですね、既存の3次元データを活用することができるのですね、3D を効率的、低コスト、高い品質で活用可能、さらに従来では不可能だったことも今ですね、使用できると考えているところでございます。で、メタバースの作成に用いるデータ、
我々ですね、インフラ分野、非常にたくさんのデータを持ってて、こちらがですね、先日、能登半島地震で私たちが取得したデータでございます。こちらが点群データということですね。たくさんの色のついた点の集まり、写真やレーザー測量によってですね、作成されます。精度によっては非常に安価で、この3次元データ、インターネットで公開しておりますが、10万円程度のドローンでですね、人工知能を使うことによって、わずか1時間程度で生成したものでございます。非常にですね、安価かつですね、緻密なデータが取れるようになってきました。次は 3D メッシュデータということですね。この点々では非常に扱いにくいので、これをですね、三角形の面にした3次元データでございます。例えばですね、点々のデータは何が良くないかというと、水面とかそういったもの、点群測量ではなかなか測量しにくいんですね。例えばここで天然ダムの調査を行っているんですが、水面が映らないとですね、何のデータかわからなくなってしまいます。そこでこれ、メッシュデータを使うことによってですね、こうした水面も上手に表現できるものとなっています。そしてですね、我々よく使ってます CAD や BIMSIM データ、これは線や面で構成された3次元データでございますが、非常にですね、我々今3次元 BIMSIM の完全実施等も進んでいるので、身近にもこういった BIMSIM データがあると思いますが、このようなデータを使ってですね、我々保有して、これを使うことによって効率よくメタバースの作成が可能だと考えているところでございます。まずインフラ分野のメタバース活用の現状でございます。まず第一世代と呼ばれているもの、これ山国川メタバース、遠賀川メタバース、大分川メタバース等でございます。これはですね、まさにデジタル計測結果をもとに仮想空間上に3次元の世界、整備後の世界を構築した。で、従来アナログやパースや模型を用いていた、説明してた部分をですね、すべてデジタルで説明できることによってですね、アナログデジタルの変換が不要になったり、また写真のようなリアルな表現が可能で、圧倒的なですね、情報量が多いものとなっております。そしてですね、令和4年からは第2世代型になってですね、これは博多バイパスメタバースや川辺川ダムメタバース等でございます。例えば車の流れ、洪水が発生してから終わるまで、例えばですね、地震の前後などですね、仮想世界の3次元に時間軸を加えた4次元の世界を構築したものです。これですね、模型やパースではですね、こういった時間の流れ、例えば車の流れだったり洪水の流れ、なかなか表現できない。こういったことをですね、表現する新たなツールとしてですね、着目されているところでございます。その他ですね、能登半島の被災地を立体映像化したり、メタバースを用いた広報やリクルート、こういったことにもですね、道整備局では活用されているところでございます。で、我々ですね、平成30年6月からですね、インフラ分野の3次元デジタルデータの活用手法の開発のため、VR 研究室をですね、ここ九州技術事務所に設置し、まさにゲームエンジンの利活用のための技術開発に着手したところでございます。令和元年にはですね、国立研究法人土木研究所と VR 技術を用いた川づくりの推進についての協定を締結、連携して取り組みを行ったところでございます。こちら右側がですね、当時の記者発表資料、土木研究所様からです、発表したものでございます。そしてですね、令和3年7月にはですね、河川 SIM 標準化検討小委員会の報告書におきまして、ゲームエンジンを河川 SIM の標準化案の一部として提案したとなっているところでございます。これでですね、我が国の河川の SIM においてはですね、ゲームエンジンが標準的に使うべきだというふうに提唱されたところでございます。具体的にはどういうことかと言いますと、測量等すでにデジタル化されて、そしてですね、設計等もデジタル化されているんですが、その中間にあるもの、例えばですね、合意形成であるとか、さまざまなシミュレーションをして、それを可視化するようなこと、こういったことについてはですね、デジタルできちんとどうやっていくべきか、そういったものが定められてなかったところでございます。そこで私たちはですね、測量結果からですね、仮想の世界を作って、そこで住民と合意形成を行ったり、水の流れ等を可視化することによってですね、さまざまな検討を行う。そうしてできたデジタルデータをそのまま SIM のソフトウェアに持っていって、設計を行っていく。さらにはですね、
マシンコントロール、マシンガイダンスを用いた施工までですね、一気通貫でデジタルを用いることで、より効率的にインフラ整備ができるものではないかと考えているところでございます。まあ、従来技術はですね、データで測量して設計しても、合意形成をですね、アナログのパースや模型で行うため、データがですね、デジタル、アナログデジタルとなると非効率でございます。特にですね、建設コンサルタントの方はよくご存知かもしれないんですけど、模型でですね、いろんな検討をする。で、住民と一緒になってですね、模型を長い時間かけて作り直したりする。じゃあ、出来上がったものを、じゃあ今度、ビームシム等で設計しようと思うと、これ結構アナログの模型をデジタルの設計に移行するの、手間がかかったり、難しかったりしますよね。ですから、このような手間をですね、このメタバースを使うことによって削減できる。そのようにですね、私たちは考えてて、切れ目なくデジタルでですね、インフラ整備が可能になる手法だと考えているところでございます。また、土木研究所と連携することによって、IDIC 等のですね、精密なシミュレーション結果をですね、読み込むだけで可視化できるような、そういったこともできるようになりましたので、非常にですね、リアルな映像で、こういったことができるようになったと考えているところでございます。それではここからですね、事例の紹介をさせていただこうと思います。まず最初に我が国初となるインフラ分野のメタバースの山国川メタバースについてご紹介させていただきます。ゲームエンジンを用いたインフラ整備のための新しい設計書を用いて、全国で初めて山国川川町づくり、こちら福岡県の吉野見町でですね、住民との合意形成を行ったところでございます。これがですね、令和3年12月。でですね、インフラ整備後の世界をメタバースで構築してですね、整備前に整備後の姿を体験していただく。そしてですね、インフラ整備に十二分に理解いただいて、さまざまなご意見をいただく。これによってですね、より良いインフラ整備ができるものと考えたところでございます。今回のゲームエンジンの活用の方法はですね、短編動画による整備概要の説明、質疑応答時にですね、まさにこのメタバースを使って説明する。また希望者にはですね、こういうヘッドマウントディスプレイというメガネをつけてもらって、仮想の世界を自由に探索していただくようなやり方をさせていただいたところでございます。説明会には約60名が参加、7名がですね、VR で実際に仮想世界の中に入っていただいて、整備後の世界を体験いただいた。また地元町長やですね、自治体にもですね、大変好評でした。で、従来の手法、例えばですね、こういったパースでですね、ご説明するんですが、こういったパースですね、まあ、細部の形状が分かりにくい、また高低差等のですね、位置関係や規模や距離感、まあ、寸法とかそういったものが分かりにくい。特にですね、こういった整備する際に、ちっちゃなお子様がいるご家庭とかだとですね、安全かどうかなんかすごく気になるんですが、こういった図面がですね、この整備で子どもたちが安全に遊べるかなんていうのを判断するのは非常に難しいかと考えているところでございます。そこでですね、我々この山国川メタバースにおきましては、メタバースを活用することによってですね、詳細な説明を行ったところ、3次元の GIS でありますセシウムを用いることによってですね、地球全域のデータを入れているで、こちらの赤枠の中がですね、LP データを元に作った仮想世界ですが、その外側の世界についてもですね、3次元 GIS から取り込んでいるので、非常に正確に遠くの山並み等の再現もできる。またですね、ゲームエンジンを使用する場合については、このセシウムを無料で使用できるというですね、大きなメリットもあるところでございます。例えば堤防上からの状況等ですね、こういうふうに、例えば桜並木を植えてほしいという要望があったんですが、山国川はですね、非常に直轄河川にしては小さな川なので、堤防上に桜を植えるスペースがないんですね。そういった部分において、じゃあ桜を植えるところだけ堤防を広げましょうかですね、どのぐらいのピッチで桜を植えましょうか、こういったのですね、パース等では分かりにくいんですが、仮想の世界ではですね、こういったことを実際に見ていただくことによって、あ、これだったらいいよとかですね、ご意見をいただけると。また、せせらぎ水道、特に飛び石とかあるとですね、ちっちゃなお子様がいるご家庭ではですね、これ安全なんだろうかと思われる。これも仮想世界で見ていただくことによってですね、
推進や飛び石の感覚に関する項目について実際に体験確認ができるものとなっているところでございます。またですね、あのディスプレイではなくヘッドマウントディスプレイを使うことによってですね、左右の目にそれぞれ正確に計算された映像を見ることによって脳の中で立体としてですね体験できる。これを行いますとですね、物の大きさを現実と同じように感じることができるため、飛び石の感覚は無理なく飛べるとかですね、水深は10センチ程度で浅いとかですね、例えば転落防止の柵がちゃんと腰の高さまであるとかいうのがですね、仮想の世界では実際に体験として確認ができるものとなっているところでございます。またですね、のり面の傾斜、例えば段ボールで滑ろうとかですね、これはなかなかのビームシムとか図面とかパースではですね、あるいは模型では分かりにくい。実際にですね、こういう仮想世界で見ていただくことによって、こういったあの微妙なアンジュレーションみたいなものを、ね、確認ができる。またその場ですぐにですね、こういった修正ができるというのも得意な点でございます。また河川の公園整備、何が問題かというと日陰が少ない、まあ、川の中植える樹木がですね制限されてしまうからなんですが、じゃあこの貴重な木をどのような木をどう植えるかなんていうのをですね、マウスでつまんで自由な位置に配置できる。また樹種もですね、一瞬にで入れ替えることができる。このような形でですね、ベンチの下に夏の一番暑い時に日陰になるようになんていうのを設置もできる。ゲームエンジン上ではですね、非常にそういったシミュレーションも可能なんで、何月頃のこの位置の日陰がどうなるかというのもですね、的確にシミュレーションできる。これはですね、大企業等で用地保証とかで鉄塔を作るときの日照の保証等に使えるんではないかなんていうのもですね、ご相談をいただいたんですが、こういった使い方もゲームエンジン可能になると考えているところでございます。ではですね、例えばオートキャンプ場でトイレまでどう行くのかとかですね、あとは水際の護岸のデザインどうするのか、こういったものもですね、ゲームエンジン上ではすぐに入れ替えができてですね、簡単に表示ができる。またですね、犬の愛好家の方、非常にですね、犬暑さに弱いので日陰にドッグランを作ってほしい。例えばですね、お盆過ぎの一番暑い頃のですね、午後2時ぐらいの日陰の状態、そういったものもですね、ゲームエンジンを使うことによってメタバース上で再現が可能となっているところでございます。またですね、こういった LP データを用いてこの仮想世界を作っているんですが、橋梁等までですね、3D モデルにしちゃうととてもお金がたくさんかかってしまう。ですからこういった部分は実は天群で作ってるんですね。ご存知のようにボタンを1回押すだけで半径100メーター、200メーター等の天群が取得できる。これをですね、モデル化せずに天群のまま使うことによってですね、非常に安価に仮想世界を作ることが可能になっているところでございます。これはですね、実際に作った山国がメタバースをご覧いただこうと思います。このようにですね、非常に広大な面積がですね、表現されているんですが、この区間がおおむねですね、我々が作った仮想世界でございます。このようにですね、自由な視点から自由な方向を見ることができる。パスっていうのはですね、どこかのからの一点から一方向を見たものなので、見えないところの方が多いぐらいですね。となると、見えないところを我々どうするかというと、やっぱり想像で補う。想像っていうのは、今までの経験や知識からですね、勝手に考えてしまうので、人によって大きく変わってしまうんですね。そういったところで作った後にですね、ちょっとイメージと違うなとかですね、いろんなご意見いただくこともあるので、こういったようにですね、仮想世界で作り込むことによって、みんなが同じものを認識できる。こういった面もですね、非常に有意義なものだと考えているところでございます。また一般的にゲームエンジン再生するのにですね、高いハードウェアが必要と考える方もいらっしゃるんですが、このですね、今再生しているこの仮想世界においてはですね、普通の整備局職員がジムに使っているですね、グラフィックボードなんていうものが入ってない、安いもので再生しているんですが、再生だけであればですね、そういったグラフィックボードも特に必要せずに、滑らかな再生ができるものもですね、最近多くなっているところでございます。このようにですね、季節や天候、桜の花が、ビラが散る様子とかですね、そういったことも再現できます。で、この映っている橋梁等はですね、全部天群なんですが、これぐらい離れているともう全然気にならないので、非常に安価にですね、かつ実際の
山国川を再現したものが作れるようになっています。これがドッグランですが、ちゃんと日陰でワンちゃんたちが佇む、そういったところをですね、確認できるようになっているところでございます。このようにですね、住民説明会の意見についてはですね、非常に好意的な意見が多くて、どのような施設になるかすごく分かりやすかった、完成のイメージが分かりやすい、危険箇所がすぐに分かるので対策検討が容易だったというような意見を多くいただいたところでございます。またですね、作る前にできるものを体験確認できる点がとても有効である、こういったご意見も多くいただいたところでですね、我が国最初のメタバース、非常に良いものができたと考えております。またこれらの技術をですね、展開して、大分川メタバースやですね、音楽川メタバースが作られたところでございます。まあ、大分川メタバースにつきましては、令和5年2月にですね、まさに大分川下流川町づくり推進部会を開催し、セーリング連盟、大分市ウォーキング協会、ボーイスカウトや漁協様にですね、仮想の世界を見ていただいてご意見をいただいた、参加者の声はですね、このような説明会は初めてだ、非常に分かりやすい、仮想世界の体験が初めてで分かりやすくて完成のイメージが湧いた、そのようですね、好意的な意見をたくさんいただいたところでございます。この第一世代と言われるこのメタバースですが、だいぶですね、このぐらいになるとカヌーが動いたりですね、3次元を部分的に取り入れて、で第2世代になりますと、まさにですね、一番重要な伝えたいところをですね、時間軸を持たせて説明することが可能となっています。またですね、業界との連携も進めていまして、このようにですね、実際の建設部材を用いたメタバースによる計算設計ができるようにしたいと考えて、九州地方整備局では一般社団法人の建設物価調査会と連携してですね、実際のブロック等の資材メーカーの方から3次元モデルの提供をいただいて、それを無償で公開する試みを行っているところでございます。メタバースにおいてはですね、一瞬で様々なもデザインを使うことができるんですが、現状においてはですね、なかなか著作権とか意匠とかそういったことに気を使ってですね、実際の製品を用いた景観設計が行われてない状況だったのですが、徐々にですね、ブロックメーカー様からですね、ご賛同いただいて、実際の製品の3次元データの提供をしていただくことができるようになってきた。これがあるとですね、メタバース上で何々社の何々製品で作った場合の景観設計、それぞれ他社にちょっと変えようかというのがですね、本当に瞬間的に切り替えができる、よりですね、正確な景観設計が可能になるというふうに考えているところでございます。それではですね、いよいよ2世代目となります博多バイパスメタバース、道路事業で初となるですね、インフラ分野のメタバースについてご紹介したいと思います。博多バイパスメタバースはですね、道路事業で初となります。令和3年3月14日のですね、事業着手式で公開させていただきました。国道3号博多バイパスの立体化事業におきまして、完成後の世界を仮想世界に構築した。でですね、まさに着手式の時に出来上がりの3次元を見ていただいたということですね。国会議員、余命を含む来賓や地元住民ですね、この仮想世界を体験いただいたところでございます。博多バイパスですね、非常に九州でも最も交通事故が多いとも言われてまして、この現在平面の道路をですね、地下と橋梁と地上の3つに分けるという複雑な工事が想定されていますが、こういったものをですね、メタバースにすることによって分かりやすく表現した。またですね、これ福岡空港近くので、飛行機がですね、飛んでいく音、飛行機の音がする方向を見るとですね、飛行機があって、それが空港に向かって着陸することによってですね、福岡の住民の方は大体どの辺に自分がいるのか分かってしまうということですね。これが従来の説明資料、こんな感じで説明するんですが、これを見てですね、出来上がりがイメージされている一般の方、極めて少ないと考えているところでございます。それではですね、私たちが福岡国道と作りましたメタバースを見ていただこうと思います。このようにですね、道路の交通をですね、非常に緻密に再現したものとなっているところ、こっちのですね、画面上の右の方が福岡空港となっていて、今飛行機の影が地上に落ちて、
離陸を飛行機がしようとしていますが、このような形でですね、仮想の世界を用いることによって道路事業で最も重要な車や人の流れというのをですね、仮想世界で再現した初めての事例だと考えているところでございます。ただですね、道路事業においては先ほどご説明したようなメタバースをですね、リムシムの事業のどこに使うかっていうワークフローが出来上がっておりません。今回着手式ということでですね、道路の詳細な設計がなかったということでですね、道路事業の概略検討図、設計図書をもとにですね、この3次元の世界を構築したものでございます。このようにですね、事業に入る時点でですね、出来上がりを見ていただく、そしてたくさんの方の意見をいただくことによってですね、より良いインフラ整備が可能になると考えているところでございます。次がですね、これもまた2世代となりますダム事業で初となるインフラ分野のメタバース、川辺川ダムメタバースでございます。川辺川砂防事務所におきましてはですね、当室と共同でダム事業で初となるメタバース活用に取り組んでいるところでございます。3次元に加えてですね、時間の軸を組み込んで洪水による川の流量の変化や氾濫をリアルに可視化、またダムがある場合とダムのない場合の仮想世界を並べて表示することによってですね、インフラ整備の効果を分かりやすく工夫して表現しているところでございます。これはですね、住民のへの説明や行政の勉強会、またですね、インターネットで公開する、また国会議員等をはじめですね、幅広い方にもですね、ご説明にも使用しているところでございます。この川辺川ダムメタバースの特徴といたしましては、特にですね、流水型ダムの洪水調整による水位低減効果をですね、地域の住民の方に分かりやすく説明したものとなっております。で、現在と未来の2つのメタバースを横に並べて洪水時の状況を再現するというですね、非常に画期的な取り組みを行っているところでございます。洪水についてはですね、令和2年7月豪雨を用いてですね、起点場は川辺川ダム下流の8カ所に設定したもので、3次元に加えて時間軸を用いた4次元のメタバースとなっています。これは事務所のホームページですね、ここをクリックするとこのようなところになりまして、起点場8カ所から見たですね、メタバースの動画をですね、ご確認することができます。これは実際にですね、動画で皆様に見ていただこうと思います。このようにですね、現在洪水が発生して水が徐々にですね、速さを増してきているところでございます。これがですね、どんどん時間が経過しますと、だんだん川の水が濁ってくるということでね、だんだん水位が上がってきて、もうだいぶ川の水が濁ってきましたが、そろそろですね、こうダムの貯留が始まるタイミングとなっております。でですね、こちらで今まさにですね、ダムの貯留が始まったところです。ちょっと時間を早回しします。このようにですね、どん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 ダムの中に水が溜まっていく、イコールですね、川に来る洪水の負担が減っていくということで、ダムがない仮想世界ではすでにですね、大規模な浸水が始まっておりますが、ダムのある世界ではですね、まだまだ若干余裕があるような状態になります。が、ピークを徐々にですね、洪水が流量が少なくなっております。そしてですね、その後ダムに貯留された水をですね、安全なふうに放流することによって、浸水の被害がないようにですね、生じないような対応ができたということがですね、分かりやすく説明されているものでございます。こちらこのようにですね、2つの仮想世界、インフラ整備があるものとないものを対比するというやり方、非常にですね、新しいやり方と考えているところでございます。そしてですね、次にですね、能登半島地震の立体映像についてご説明したいと思います。これは厳密にメタバースではないんですが、やはりアンリアルエンジンを使ってですね、能登半島の地震を立体映像で表現したものでございます。空間再現技術はソニー様がですね、独自の技術で視線認識技術を用いてですね、裸眼、何もメガネ等をつけずにですね、極めて鮮明な立体映像を見ることができる装置でございます。本日ですね、装置がないんで、それを二次元化したものでご紹介しようと考えておりますが、
機会があればぜひ見ていただいて、いただければですね、今まで見た方すべて簡単の声が出たものとなっているところでございます。現在ですね、例えば国土交通省本省のですね、水局長室前だったりですね、大臣官房技術審査官室前というのもですね、配置してですね、たくさんの方に見ていただいているところでございます。これが能登半島の3次元映像なんですが、ちょっとですね、3次元映像では現在2次元で表示しております。これはですね、地震の発生の深さを立体的に表したものですね。もうこれ1日をですね、3秒に圧縮して、すでにですね、この辺で小さな地震が散発しているのがわかるんですが、そろそろですね、ついに能登半島地震が発生すると思います。このようにですね、大きな地震が発生して3つのプレートが連動してですね、非常に多数の地震がほぼ同時に発生した、こういったのをですね、立体で見ていただくことが可能となっているところでございます。またですね、被災地の状況、例えばですね、こちら天然ダムが生じたところですね、これもですね、まさに目の前に模型があるかのようにですね、見ることが可能となっているものでございます。またですね、さまざまな大規模な被災地をですね、立体映像化することによって、現地に行かなくても非常によく現地が把握できる。またですね、極めて高精度な計測がですね、この3次元上でできるというものとなっております。例えばこれですね、のり面の崩落がですね、約1キロ程度生じているものですが、これ実は我々がですね、10万円程度のドローンで、わずか20分で計測したもの、これを人工知能によってですね、1時間程度で3次元化したものをベースにですね、作ったものでございます。今、当整備局のですね、インフラ DX 推進室のホームページでもご自由に使える、また自由に計測できるようになっておりますのでですね、ぜひ見ていただければありがたいかと考えております。またですね、このアンリアルエンジンを使うことによってですね、これがですね、よくテレビ等で出てくる4メーター程度隆起した漁港でございますが、これアンリアルエンジンを使うことによってですね、隆起する前の水面を再現したので、非常に透明感があり、また水のですね、水面の揺らぎ等も再現されて、非常にリアルに被災前と、そして現在の隆起した被災後の比較ができるものとなっているところでございます。このようなものもですね、メタバースの派生としてですね、有効に活用されているところでございます。それでは最後にですね、メタバースを用いた広報リクルートについてご紹介したいと思います。こちらはですね、博多バイパスメタバースのデータをベースにですね、フォートナイトというゲーム、本日来ていただいています。エピック様のゲームのシステムを用いてですね、レースゲームを作成したものでございます。博多バイパスの構造を理解していただくとともですね、特に若年層への広報やリクルートに効果が絶大ということですね。中学生男子のなりたい職業のトップ10、2位がですね、e スポーツプロプレイヤー、5位がですね、ゲーム実況者、10位がですね、ボカロ P なんてなってますが、これ非常に狭いものですので、こういったものになりたい方、大半の方がですね、違う職業に就くかとも思います。こういった方々にですね、まさにこういったデジタルを使った、メタバースを使ったインフラ整備を見ていただくことによってですね、こういったデジタル技術に興味がある、また高度な知識を得たですね、子どもたちにぜひインフラ分野を志してですね、働いていただきたいと考えているところでございます。このですね、ゲームエンジンを用いたブース展示ですね、他のブースに申し訳ないぐらい、学生様がたくさん訪れてですね、女の子も結構ですね、来ていただいて、皆さんこの興味深くゲームに興じていただいたところでございます。実際のものがですね、こちらがフォートナイトを使ったですね、博多バイパスのゲームでございますが、まさにですね、ちょっと博多の街、近未来的となっておりますが、このようにですね、まさに私たちの持っている3次元データを有効に活用することによってですね、さまざまな分野で活用できる。またですね、方法等にも、有効に活用できると考えているところでございます。でですね、本日のこの講習会につきましてはですね、たくさんの行政の方にも参加いただいております。
実際ですね、九州地方整備局だけではなくてですね、他の整備局や多くの自治体からもですね、ぜひこのメタバースを活用したいというようなご意見や問い合わせをいただいているところでございます。本日のセミナーがですね、行政の方にとってこういうことに使えるんだというようなですね、ひらめきにつながったり、また参加されているコンサルの方にとってはですね、そういった行政のひらめきをですね、形にすることのですね、お手伝いができれば大変嬉しく思います。それでは私の講義を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。はい、一つ目の講演ありがとうございました。それではですね、二つ目の講演の方に参りたいと思います。二つ目はですね、ゲームエンジンのノンゲーム分野での活用事例と最新機能についてというところでですね、エピックゲームスジャパンのですね、杉山セールスマネージャー様の方からですね、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、エピックゲームスジャパンの杉山と申します。本日はですね、ノンゲーム分野、我々建築とか自動車とか映像制作、そういったゲーム開発以外の分野、ノンゲームの分野として呼んでおります。そちらのですね、事例をなるべく、多くですね、今日皆さんにご紹介したいと思っております。はい、あ、すいません。はい、私ですが、2018年5月にエピックに入りまして、5年半ほどですね、ノンゲーム分野のセールスとして活動しております。で、まず、我々エピックゲームズですね、どのようなビジネスのモデルかということでご紹介しますが、画面、ですね、左側ですね、多くの一般消費者の方向けにはですね、フォートナイト、あと、ロケットリーグ、フォールガイズといったゲームの、これは開発、パブリッシングですね、販売を行っております。で、画面、右手ですね。こちらは、アニュアルエンジンというゲームエンジンを中核に、いわゆるエコシステム、これはコンテンツを、3D のコンテンツを作るためのエコシステムの開発、提供を行っております。で、今日ですね、エコシステムの一部になりますが、ご紹介したいと思います。まず最初に、リアリティキャプチャーというフォトグラメトリーのツールになります。こちらは、ですね、写真、複数の写真ですとか、あとはドローン映像、そういった、2D とか画像の情報からですね、3D の、ポリゴンデータ、面のデータとかですね、あとは、点群データ、そういったものを構築、生成することができるツールになっております。これも今、エピックの傘下のグループとして活動しております。で、このリアリティ、今、リアリティキャプチャーというのをご紹介したんですけれども、もう少しですね、手軽に使えるものとして、無料のアプリでですね、リアリティスキャンというアプリを今、提供しております。これは iOS 版、Android 版、両方ともありまして、いつでも皆さん自由にダウンロードしてお使いいただくことができます。こちらは、割と身近なもの、そしてスマートフォンを使っての撮影になりますので、身近なものを、複数枚ですね、写真はなるべく多く撮った方が精度は上がるんですけども、3D のデータに、3D のデータをクラウド側で生成する仕組みになっています。で、一旦クラウド側で生成すると、この後紹介するスケッチパブという、ウェブ上でですね、3D のコンテンツを閲覧、そのぐるぐるいろんな角度から見たりですね、あとは誰かに共有したりすることができるプラットフォームがあるんですけれども、そこにアップロードされます。で、一旦スケッチファブに、そうですね、クラウド側に上がるとですね、今日ご紹介するトゥインモーションですとか、アニュアルエンジンにインポート取り込むことができます。ですので、ご自身の身の回りのものをですね、スマートフォンで、たくさん写真を撮って、3D 化して、それを仮想空間といいますか、CG の空間に取り込むことができます。で、続いてですね、アニュアルエンジンがベースになっているソフトウェアで、トゥインモーションという名前のもの、ソフトウェアがあるんですけども、こちらはですね、もともと建築ビジュアライゼーション向けのソフトとして開発されておりまして、割と
いわゆるその CG の経験がない方でもですね、静止画とか動画、あと VR のコンテンツを、まあ、簡単に作れるところを目指してですね、作っているソフトになります。で最近ですと、自動車製造業とかですね、建築分野以外の方でもですね、この、ビジュアライゼーション、いろんな CG とか簡単に作れますので、まあ、CAD データを取り込んで、ターンテーブル、ぐるぐる回ったものを作ったり、あとはデザイン のレビューに使ったりですね、幅広く使っていただいております。ちょっとトゥインモーションについてですね、紹介している動画がありますので、流したいと思います。音が出てないみたいなんですけど、いくつか機能を超えた文字でご紹介します。今見ていただいているのは、いわゆるリアルタイム、その場で操作すれば、目の前の画面にですね、データが反映される。それをまあ動画にしたものになります。あと、便利な機能としては、今やってますけれども、パスっていう線を引くとですね、車とか人を動かしたりすることができます。樹齢のパラメータとか、ペイントして、草木をばらまいたりですね。あと、今ありましたけども、季節とか時間の変更をスライダーで簡単に行うことができます。マテリアルもドラッグアンドロップで、質感ですね。馬とか木とか、そういったものですね。ライブラリがあるんですけども、その画面にドラッグアンドロップすることで提供することができます。あとは少しリアルタイムから時間はかかるんですけども、より正確な光の反射とか屈折ですね、そういった計算のものっていうのも用意されているので、正確で綺麗なレンダリング画像ですね、生成することができます。これは、トゥインモーションクラウドという機能で、トゥインモーションのその 3D のデータをクラウド上にアップロードしてですね、他の方と共有して、まあ、動画とか静止画をメールとかですね、サーバーに上げて共有するのではなくて、スリーのデータを共有することができます。で、今日は後半、いろいろ事例をご紹介するんですけども、アンリアルエンジンですね。アンリアルエンジンでは、CAD データから取り込んだりしてですね、建物のデータとか様々なデータを取り込んで、それを視覚化することを得意としております。また、スケッチファブですね。先ほど、リアリティスキャンのところでちょっと触れましたけれども、CAD とか BIM ソフトからもですね、このスケッチファブにデータを、中間ファイルを介してですね、データを書き出して、これを一回そのサーバーに上げるとですね、ウェブブラウザー上でですね、まあ、スマートフォンを含めてとかタブレット含めて、3D のデータを閲覧することができます。あと、クリックして何か情報を出したりとか、どこかにリンクして、その、例えば、商品とかですね、その紹介サイトに飛ぶとか、そういった仕掛けを組み入れることもできます。で、トゥインモーション、先ほどご紹介しましたけれども、トゥインモーションで作ったデータというのはですね、アンリアルエンジンに、主に建物データとか地形データ、あと樹木とかに限られるんですけども、トゥインモーションにデータをですね、左から右に、なってますけども、インポートというか、変換してですね、アンリアルエンジンでさらに独自のアプリケーションを作ったり、そういったことでコンテンツを発展させることができます。あとですね、こちらが2021年4月に発表したメタヒューマンと呼ばれる我々のツールなんですけども、バックグラウンドではアンリアルエンジンが動いてまして、クラウドを使ってます。で、ウェブブラウザー上で、パラメータが用意されてまして、
まあ、パラメータを触ることでですね、さまざまな、いわゆるデジタルのヒューマン、デジタルの人物を作ることができるツールになります。で、まあ、最初にこのメタヒューマンを出したんですけども、実在する人物をデジタル化したいというニーズもあるので、実在する方を例えば 3D スキャナーとかですね、メッシュ化したデータを用意して、それを当てはめるといった機能も最近では出てきております。でさらにですね、メタヒューマンアニメーターというものも、去年のこれは3月に発表したんですけれども、より、そうですね、リアルな、顔の動きというか、フェイシャルアニメーションですね、これを適用できる、機能を追加しております。で今これはデモをしてもらってたんですけども、iPhone ですと奥行き情報も取れるようになってますので、その奥行き情報も含めたデータを取り込んでですね、アニュアルエンジン側に取り込んで、若干解析する時間というのは必要なんですけれども、割と短時間でですね、高品質なとか高精度なフェイシャルアニメーション、顔の動きです。適用することができるようになります。一旦、これはその役者の方を撮ったものを提供している例なんですけども、アニメーションデータが出来上がると、他のですね、別のキャラクター、多少顔のプロポーション違ったとしても、適用できるような仕組みになっています。では、アニアルエンジン。ちょっとご紹介したいと思います。2022年、おととしの4月に、Unreal Engine 5というバージョンをですね、正式にリリースいたしました。Unreal Engine 5、さまざまな特徴があるんですけれども、これは当時、Unreal Engine 5の、目玉機能をいろいろ盛り込んで、プレイステーション、ゲーム機のプレイステーション5で再生しているものを動画にしたものです。で非常にそうですね、大量のデータを、サクサクといいますか、快適に扱うことができまして、非常に複雑な形状をしたポリゴンデータ、これを自動的にですね、カメラから近いところは細かく、カメラから遠いところは楽っていうのを、通常だとゲームエンジンですと、ユーザーというか、作り手がですね、粗いものとか細かいもの、また中間のものみたいなものを、3段階とかですね、用意してそれを切り替えるということが行うんですけども、そういうことをせずに、アニュアルエンジンの中で自動的に処理をすることができるので、コンテンツを作る上でも非常に簡単に複雑なものを作ることができます。あとは、ルーメンと呼ばれているグローバルアニメーションですけれども、非常に自然なですね、直接の光、あとは間接の光です。実空間でいうと、光がいろいろ、たぶん壁に当たったり床に当たって、そこから本当は跳ね返ってるんですけども、CG でそこを計算させるっていうのは非常に時間がかかるんですね。でそれをグラフィックスカードとか、リアルタイムの技術を使って、高速に計算して、より自然な、光の回り込みとか、柔らかい光を、表現することができるようになっています。でさらにですね、我々、去年ですね、3月に 5.2 というバージョンを、今一番新しいのは 5.3 というバージョンなんですが、5.2 を発表した時の動画になります。これ今見ていただいているのも、リアルタイムにですね、リアルタイムで車を森の中を動かして走らせている様子です。で、実際にどんなポリゴンメッシュかっていうのを表示してますけども、カメラが動くと自動的に割り、このポリゴンの分割が変わったりしている様子が分かると思います。で、このような複雑な森の表現とかですね、水の表現、も行うことができますし、あと、今見ていただいているのが、これは車の、カーペイントの塗装の部分ですね。実際車っていうのは何層にも5層とか、複雑な、レイヤーといいますか、層がこう塗られていて表現というか作られているんですけども、CG でそれを、またそのシミュレートするのっていうのは、大変なわけですが、そういった複雑な表現を行うための新しいマテリアル、質感のですね、システムが組み込まれております。
こういった水の表現とかですね、あとちょっと動画だと分かりにくいんですけども、車のタイヤですね、これが岩場の形状に合わせて、若干変形しているといったものをこの中には組み込まれています。でですね、はい、アニュアルエンジン、まあ、ゲーム、もともとゲーム開発向けにゲームエンジンですので作られているものですし、まあ、今でももちろん多くの、ゲームでですね、使われております。でそれ以外に、まあ、建築自動車、ここになりますけども、映像制作ですとか、あとは製造業での、デザインレビューとか、さまざまな分野で使われておりまして、でアニュアルエンジンでですね、作ったもの、この、まあ、一つのソースというか、一つのデータから、いろいろな使い方、まあ、書き出し方ができます。でまあ、この画面でいくと、静止画とか動画ですね、もちろんできますし、ゲームエンジンですので、インタラクティブなアプリケーションを作ることもできるようになっています。まあ、その他、AR の機能とか VR、ミックスリアリティの機能なんかも関連備えていますので、本当に多種多様なですね、用途に合わせてコンテンツを作ることができるようになっています。ではですね、事例を紹介していきたいと思います。まず、AEC 分野ですね。まあ、ここに、会社のロゴが載っていますが、これは、まあ、一部ですが、非常に多くの、建築建設、の会社ですね、お使いいただいております。もちろん国内でもいろいろなここにロゴ載ってませんけれども、使っていただいております。ですね、こちらは CG アーキテクトというサイトがありまして、割と毎年ですね、建築のビジュアライゼーション、まあ、静止画とか動画にいろいろなソフトウェアを使っているんですけれども、実際にその建築ビジュアライゼーションの業務に携わっている方、これでいくと、976人、まあ、約1000人の方にですね、アンケートを取った結果が出ています。で、アニュアルエンジンと、あとツインモーション、これ、まあ、エピックが提供していますけれども、これをそのビジュアライゼーションに使っている、方々ですね、今も3番手、4番手というところで、内部、用途あ、使われているシェアとしては伸びてきておりまして、これはこれからですね、まあ、今試していて、これから導入を検討しているソフトの、例ですね。で、一番上がアンリアルエンジン、3番目にトゥインモーションが入ってきています。でちょっと、こう、絵がちっちゃくて申し訳ないんですけども、一番上と、3番目、アンリアルトゥインモーションですね。でこれが2016年、ちょっと飛んでる年がありますが、毎年アンケートを取っているものなんですけれども、まあ時間でいくと2016年左側から一番手前の2023年、去年アンケートを取ったものですね。まあ、シェアが伸びてきて、まあ、使う方が増えているというのが分かるかと思います。事例ですね。まず最初にですね、まあ、これも非常にアニュアルエンジン4という前のバージョンからもよく使われている例なんですけども、バーチャルショールームですね。まあ、モデルルームも、マンションとかのそのモデルルームも、いろいろなパターンをたくさんその作ることができないので、まあ、なんでしょうね。まあ、一つモデルルームを作ったとしても、他のタイプを、まあ、お客さんとか買いたい人に見せるときに、割と、パソコンを使ってですね、まあ、パソコンの画面で、まあ、他のモデル、他の部屋のパターン、間取りだとこうなるよとかですね、画面で見せたりとか、あと VR で見てもらうといったコンテンツを作っているケースが多いんですけども、アンリアルで、これ、まあ、リアルタイムのモデル書き出してますけども、非常に高品質な、映像ですね、作ることができるようになっています。で今、特にインタラクティブモードになって、こう、なんでしょうね、ゲームコントローラー等で動かしている様子がわかると思うんですけども、まあ、マンションだと、まあ、例えばこういう角部屋があって、この何階からだと、どういうふうに見えるかとかですね、まあ、これも昼間だとどういうふうに見える、夜だとどういうふうに見えるとかですね、そういったシミュレーションにも使われております。これも照明の、
切り替えとか、まあ、インタラクティブに変えられるので、あらかじめいろんなものを用意しておいて、切り替えると、まあ、レンダリングしておいて、切り替えるというわけではなく、その場で、パラメータを変えてですね、いろいろ部材を変えたり、床材を変えたりすることもできる。まあ、こういったコンテンツを作ることができます。で、同じく、先ほどのバーチャルショールームを作っている会社の、事例になりますが、ですね、半球状のスクリーンを用意して、まあ、複数人で、まあ、今これ2人で見ている様子ですけれども、複数人の方でですね、没入型のコンテンツを、作ることができます。で、このスクリーンのタイプですと、プロジェクターを4台、設置しているタイプなんですけれども、複数のプロジェクターから一つのシーンをこううまくですね、分割して、ちゃんとつなぎ合わせて、ちゃんと何でしょう、一つのシーンとして見えるように表示する機能というのがアンリアルエンジンありますので、それを使って、これは構築した事例になります。はい、どうしますね。続いてですね、トンネル工事の事例になりますが、こちらは、竹田土木さんと、あとマックスの会社さんが、携わられているんですが、どうですね、これもちょっと、アンリアルエンジンのコンテンツの開発はリコーさんが手掛けられています。で、今これ、そうですね、そのトンネル工事の現場に、リコーのシータと呼ばれている360度のカメラがありますけれども、そこから映像をパシャって写真を撮るんじゃなくて、ストリーミングすることができるんですけれども、そのまま通信で、流してですね、でかつ、まあ、日々 の、 その進捗を、報告するためにもこれ使われているものなんですが、他の、まあ、現場にいない方がですね、VR の空間、アンリアルで作ったその仮想の空間に、VR ヘッドマウントだったりパソコンの画面で、まあ、参加してですね。で、かつその空間には先ほどの360度の映像が流れているので、自分で好きなところをこう見て、まあ、見回せる、ようなものになっています。あとは、その空間にですね、画像とか出てますけども、途中の報告書とか写真とか、そういったものを自由に配置したり表示したり、することができて、かつ、まあ、音声チャットとかですね、今、トンネル外側に出てますけれども、自由に位置を変えて、で、まあ、みんなである意味同じものを見ていといいますか、同じ空間にいてですね、いろいろ、まあ、議論とか報告ができるような仕組みを作られています。はい、続いてですね、施工シミュレーターということで、これは大林組さんと、トヨタ自動車さんですね。で、作られたものです。で、まあ、トヨタ自動車のその、改善というのがありますけれども、まあ、どのように、まあ、工程をですね、仮想で組んで、これは東名高速道路のある橋を架け替えるという工事の、まあ、事前にシミュレーション、施工をどんな段取りでやるかというシミュレーションを行った例になるんですけれども、まあ、そこで、なんでしょう、まあ、紙上でそのどういう段取りでやっていくかということもちろんできるんですけども、より分かりやすくですね、アンリアルエンジンを使って 3D 化して視覚化した事例になります。で、続いてですね、こちらはアンリアルエンジンをベースにしたトゥイモーションの事例ですけれども、東急建設さんが渋谷のですね、これは2019年の年末から2020年の、あ、20、あ、2020年の年始にかけて、確か6日間ぐらいだったと思いますけれども、年末年始かけて、道路、あ、ごめんなさい、駅の渋谷駅の移設を行った時の事例ですね。で、新しくできる駅というわけではないので、その事前にその試運転をして、
試すとか練習するということができなかったので、トゥイモーションの VR の機能を使って運転電車の運転席からどういうふうに見えるか、実際にですね、走らせるとどういうふうに見えるかということで、試されたりしたところも出てます。で、これをやってみると、信号機が、この工事の壁でかぶっていて見えなかったりとかですね、あと、この東京建設の方がおっしゃられたのは、プラットフォームを作るときに、プラットフォーム上に案内板とかですね、あとは、展示の、足元に、展示のパネルとかこう目の見えない方向けに設置したりするんですけども、そういったものがその違う部署とか違う業者の方がやっているものですから、実際にガチャンコで合わせてみると展示で歩くところにこう看板があってぶつかっちゃうじゃないかとか、そういうこともですね、事前にいろいろとシミュレーションというかですね、確認ができたということで、トゥイモーションで、きれいな絵を作るというよりは、合意形成とか、もしくはその事前にですね、検証確認を行うということに、使われた事例になります。はい、でこちらは我々、ですね、去年6月に東京の秋葉原でアニュアルフェスというエピック主催のイベントを、いろんな事例をですね、ご紹介していただくイベントを行ったんですけれども、そこでお話しいただいてまして、アーカイブ動画等も YouTube に上がってますので、興味のある方はぜひご覧ください。続いて自動車分野ですね、お話ししていきたいと思います。自動車分野も非常に多くの、自動車メーカーでですね、アンリアルエンジン活用いただいております。まず最初、トヨタ自動車さんですね。こちらは試作部の、方々の利用、使用例というか活用例なんですけども、実際に運転席から、後方ですね、後ろの方がどういうふうに、見えるかとか、どこか見えないかということで、例えば、画像だと分かりにくいんですけども、歩行者とか自転車がですね、こう走ってる様子がこう振り返ったときにどう見えるかとか、そういったことを、VR のヘッドマウントを使って、検証している様子になります。なので、どこにピーラーをつけるとか、どのぐらいの その窓の大きさにしたらいいかとかっていうことも検証できるようなものですね、をアンリアルエンジンを使って、検証されている事例です。で、続いてですね、こちらも、トヨタ自動車さんの事例になるんですけれども、これはですね、ですね、トヨタのその車の、修理センターとかサービスセンターが、日本のみならず東南アジアとかにもあるんですけれども、その、コロナ前ですと、東南アジアで、のその修理センターにですね、日本の技術者の方が出向いて、でそこで、トレーニングとか、あとテストですね、認定テストみたいな、わざと故障した車を用意して、どこが故障しているか、エンジンをかけて、異音、変な音がして、どこに、どこが悪いんじゃないかとかっていうのを探り当てていくような、トレーニングとかあるんですけども、それを、コロナで移動宣言もあったので、トヨタさんとしては、アンリアルを使ってですね、遠隔地同士でトレーニングができるように、できるシステムをですね、作ってほしいということで、そのコンテンツ開発会社さんに依頼した事例になります。で、ちょっと今出てましたけど、電気抵抗で、ある部分とある部分で電気通してうまく通電しているかとかですね、あとはヘッドライトがちゃんと、機能しているかとかっていうことを、テストできるものです。で、今、さっきご覧いただいていた、ここの、さっきご覧いただいた工場というのは、実際にトヨタさんが持っている工場を、デジタルで、デジタルツインですね、完全に復元したものになります。はい、
で続いてですね、今度はスバルさんの事例になりますけども、ユーザーリサーチということで、新しい車のそのモデルをですね、非常に限定的な場所で、限られた方にですね、いろいろと見ていただいて、デザイン、どういったところが気に入っているかとか、そういったものを確認するというか、調査するものを、スバルさんだとクリニックと呼んでいるものがあるんですが、そちらをですね、アンリアルエンジン、デジタルのデータを使って、効率化、あとは、コスト削減を行ったという事例になります。で、従来のそのクリニックですと、実物大のクレーモデルですね、本当に試作機といいますか、その試作車を作って、例えばアメリカ仕様のものを作ったら、アメリカに日本で作ったものをですね、輸送して、で、現地で、なんでしょうね、まだ発売される前のものであれば、誰にも見られないように、機密性の高い状態で運んで、他の人も見られないような場所で、こう、なんでしょう、いろんなインタビューとかアンケートを取って、それをまたデザインに反映させるということをやってらっしゃるんですけれども、この今回の事例ですと、これをですね、アニュアルエンジンを使って、デジタルで、輸送、本当物理的に輸送しなくてですね、行ったということです。で、その見る方は皆さん VR のヘッドマウントをつけて、でしょうね、いろいろアンケートを答えていくんですけども、アンケートに答えやすいように、今だと、この車がちょっとサイズが小さすぎるとか、ちょうどいいとかですね。英語で書いてますけども、5段階評価でチェックできるようになっていたりですね。あとは、周りの環境ですね。これちょっと一つのパターンしかないですけども、下にこう Q がありますが、背景を変えて、街中とかですね、今こういったちょっと、外の、土とかこう草が見えますけども、いろんな背景のパターンを変えて見てみるなんてこともできるようになっています。で、面白い点としては、その VR のヘッドマウントを使ってるんですけども、そのユーザーの方がですね、どこをどのぐらいの時間見ていたかっていうのを、全部記録して、で、その方が答えたそのアンケートとですね、照らし合わせて、どこを気にしているかとかですね、そういったものを、あとはですね、評価した時の、体の姿勢を、記録しておいてるかということで、デザイナーの方にそれをまたフィードバックしたというのが行われています。で、この技術を使うことで、従来のやり方だと6週間かかる準備、モデルの準備ですね。さっきのモックアップとか作るのにかかってたのが3日で済んで、コスト的には7分の1に抑えられた、そういった事例になります。続いて、1枚ですね。これは以前もご紹介したことあるんですけれども、車のセンターパネルとかですね、あとは、メーターの部分、こちらの表示にですね、アンリアルエンジンを使っている事例というのが非常に増えております。で、2020年の10月に発表された、これがハマー EV という、電気自動車のピックアップトラックですけれども、ここで、アンリアルエンジンの HMI ですね、今ですと画面の、左上に出てますが、さまざまな、表示の仕方ですね、単純にその速度メーターとしても使えますし、あとは、ナビの部分として使ったりとかですね、複数画面を用意し、搭載して使っている時期もありますし、一つですごい横長な、今スクリーンを用意している車とかも海外ではあったりするんですけども、そういったところにも使われています。これでいくと、そのハマーがあり、右上、リビアンの R1T というピックアップトラックで、左下は、ボルボですね。ボルボは、まだ出荷してませんけれども、アンリアルエンジンをその HMI に採用するということを発表しております。あとは、右下が、フォードマスタングですね。こちらの EV 車。
でも使われております。で、現時点でですね、世界中でいろいろ情報を集めますと、実際に20車種以上ですねの車の HMI としてですね、アニアレンジングが採用されております。で、続いてですね、メタバースということで、これは日産自動車さんが試験的に去年の3月から6月末ぐらいまでの短期ではあったんですけども、このメタバース空間で、これはアニアルエンジン5で作った仮想空間ですね。このバーチャルなショールームの中で商談をして、まあ、車を販売してみたいということで実験されたものなんですけども、アンリアルエンジンを使って、まあ、マルチユーザーですね、お客さんがいて、セールスマンがいてみたいなことができるようなツール、コミュニケーションツールですね、を作られています。で、同じく、日産さんになりますけれども、フォートナイトにですね、独自の島というのは今、皆さん作れるんですけども、これは去年の11月の東京、旧東京モーターショー、東京モビリティショーのブースでも設置されていたものなんですが、我々のそのフォートナイトというゲームの、まあ、スペースというんですけど、そこに皆さんで、ね、独自の島という空間を作ることができます。で、その、まあ、その機能を使って三田さんがですね、まあ、特にフォートナイトユーザーですと若い方が多くて、若い人たちにその車に興味を持ってもらいたいということで、これこのモビリティショーで出てたコンセプトカーが何台もこの中にあるんですけども、ここでその日産の車を知ってもらおうということで取り組んだ事例になります。で、海外で行くとナイキさんとかですね、BMW さんとか、まあ、他にも数多くの企業の方々がこのフォートナイトの空間に独自の島を作ってプロモーションに使ってたりもします。はい、ちょっと時間がなかったでした。あとシミュレーションですね。で、はい、これは CAE という会社でですね、いろいろ航空機のシミュレーター、フライトシミュレーターを開発している会社なんですが、ここはアニュアルエンジンで、先ほど玉井さんからのセジウムのデータのお話とかありましたけれども、いわゆる表示の GIS フォーマット、地理データですね、これを読み込むことができました。ここで言うと、地理フォーマットという、また別のフォーマットを読み込んでいるんですけれども、その、実際の、地形データ、地理データに、さまざまな天候状況とかにして、フォトリアルな表現ですね、組み合わせて、まあ、よりリアルな体験ができるシミュレーター、そういったものを開発されています。はい、最後、映像制作を飛ばしますが、飛ばしていきますけれども、現在ですね、600以上の映画とかテレビシリーズでアニアルエンジン、何らかの形で使われておりまして、例えば CG アニメーション、ですね、こちらでいくと、ちょっと一部流しますが、まあ、国産タイトルということでですね、ガンダムの、フル CG の、これは、30分、1話30分で 6X のものなんですけども、フルで全編アニアルエンジンファイルとかアニアリングしているもので、まだ配信は、もう少し先、Netflix で配信予定なんですけども、アニアルエンジンを使ったり、そういうことも、行われております。アリアルエンジン5で有名にしてますと言っていただいておりまして、その他に、まあ、アニメ作品ですとかですね、まあ、アニメ作品だとアニメーションのキャラクターは手書きで背景が 3D という組み合わせ結構多いんですけども、その 3D の背景にアリアルエンジン、まあ、レンダリングが早いということで、使われている作品が今増えてきております。あとは放送局さんですね、まあ、グリーンバックとかブルーバックのこういったバーチャルセットありますけれども、こういったところのセット
をアンリアルエンジンで表現していたり、あと、これはウェザーチャンネルという天気予報のチャンネルがあるんですけれども、そこでこれは自然災害の恐ろしさをこう分かってもらうために、これ山火事だったりするんですけど、山火事だったり、洪水、台風とか、そういったものをですね、こうやってビジュアル化して、説明しているところにもアンリアルエンジン使っていただいております。はい、で、あとですね、インカメラ、これは去年のどうする家康、大河ドラマでも結構対応されたんですけども、背景にですね、大型の LED のパネルを、スクリーンを用意して、そこにアンリアルエンジン の背景ですね、を表示してですね、で、手前には実写の人とか、あとは、物をですね、置いて、で、いわゆる実写用のカメラでそのまま撮影するという手法になります。で、そうですね。海外ですと、マンダロリアンという、スター・ウォーズのスピンオフのですね、ディズニープラスで配信されているドラマでかなり有名になったんですけれども、その他映画、ドラマ、数多くの作品で使われております。で、国内でも、ドラマですね、大河ドラマ以外でも、民放さんのドラマでも使われてますし、音楽番組、コマーシャル、ミュージックビデオなんかでも使われております。で、先ほど東急建設さんのお話もしましたけれども、去年の我々のアンリアルフェスの中では、どうする家康のですね、特にその、あれですね、群衆の、騎馬隊とか、そういったところをどう表現したか、というところを、講演いただいているものもアーカイブで上がっております。はい、ということでですね、ちょっと最後バタバタとしてしまいましたけれども、私からの、説明は以上になります。どうもありがとうございました。はい、杉山様、どうも講演ありがとうございました。はい、お時間になりましたので、午前中最後のですね、講演に移りたいと思います。それではですね、続きまして、河川事業の合意形成に活用するメタバースと題しましてですね、土木研究所自然共生研究センターの林田主任研究員様よりお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、土木研究所自然共生研究センターで主任研究員様林田と言います。今日はですね、河川事業の合意形成に活用するメタバースと題しまして話をしていきたいなというふうに思っております。メタバースを活用することによって少しでも河川事業が効果的効率的になればなということで、少しいろいろな事例紹介をしながら話をしていきたいなというふうに考えております。今日はですね、このような流れで話をしていきたいなと思っておりまして、最初に簡単に自己紹介、それから、河川事業へのメタバースの導入、それからバーチャルツアーについて、あと事例紹介3台していきたいなというふうに考えております。その後、講習会の話で最後にまとめという流れとなっております。それでは簡単に自己紹介というところになるんですけども、出身は北海道の帯広市ということになっていて、経歴は北海道開発局というところが振り出しとなっていて、筑波の土木研究所、それから札幌の環地土木研究所というところを経まして、現在の自然共生研究センターはですね、平成28年から在籍しております。で、行政10年、それから研究が18年ということで、ハイブリッドな形になっております。で、今日はですね、新しい機械を使った最近はですね、新しい機械を使った研究を好んで行っておりまして、今日の話のようなメタバースの話だとか、あともバーチャルツアーの話もそうですし、あと最近でいくとドローンを使ったり、あと音響ソナーを使った河川調査なんかもよく行っております。で、あとメインとしては漁道なんかの研究だとか、あとは行政と連携したような研究なんかもよく行っております。あと、生き物を飼ったり、あとは、献血したり、いろいろやってるという趣味もあります。今、所属しております自然共生研究センターなんですけども、こちら当センターにつきましては、土木研究所自体は筑波にあるんですけども、こちらは筑波ではなく岐阜県にあるという建物になっております。で、これ左下にもあるんですけど、実験河川800メーターのものが3本あるというところが特徴となっておりまして、で、その中で、研究としましては、大河川向けの研究、流域も含めた大河川向けの研究、
それからあと中小河川の研究、あとダム、それから情報発信ということで、この4つの軸に特化した河川環境に関する研究を行っているという建物となっております。特にこの実験河川はですね、中部地点近いということもありまして、そういったところと連携した研修会なんかもよく行われておりまして、例えば最近でいくと災害復旧を目指したテックホースなんかのドローン飛ばしたり災害復旧したりというような研修なんかも訓練なんかも行われているというところとなっております。でそれではですね、ここから河川事業へのメタバースの導入ということで、我々が開発しております3次元の多視線川づくり支援ツールというものについて、少し紹介していきたいなというふうに思っております。でまずこの3次元の多視線川づくり支援ツールの背景と目的なんですけども、稼働計画だとか設計のプロセスにつきましては、これまで定規断面、それから一定勾配の稼働計画に採用した事例が結構多かったというところで、その上で河川環境への配慮が後付けとなりがちというような課題がありました。そこでこういった課題を解消するために、治水と環境を同時に評価するような定量的なシステムを開発するということが我々のツール開発の目的となっております。特にですね、中小河川では河川環境を左右するような、これ例えば災害復旧時におきましては時間的余裕があまりないということもありまして、なかなかその十分な検討が行われないまま多視線川づくりが行われているという状況でした。そこで本ツールにつきましては無料で利用できる iRIC ソフトウェアというものをベースに開発を行っております。iRIC、もともと水位計算を行うソフトウェアだったんですけども、河川計画だとか設計でも使用できるようにということで、新しい機能をどんどん開発しているという状況です。でこの支援ツールなんですけども、一つ目としましては迅速に流下能力を評価、そして治水評価をするという機能で、二つ目としては河川の環境を定量的に評価する機能で、三つ目としましては河川地形を柔軟に改良して工夫を直ちに計算するというもので、この3つの条件満たしたものを作ることで進めております。でこの図はですね、3次元の多視線川づくり支援ツールの全体像を示しているところになるんですけども、これ大きく分けまして、編集と評価2つに分けられます。でこの iRIC をベースとしました地形編集を行うライタークロスセクションだとか、あとはライター 3D の地形をいじれるような 3D のものもあります。であと一方で評価としましては治水に評価を行うということで、これはもともと iRIC の機能に入っていた NICEDH という機能もありますし、あと河川環境の定量的な評価をする機能ということで、デバトリックプロというものもございます。この赤字で示されたものが我々が土木研究所で開発した機能となっております。こういった iRIC を使いながらという部分になっております。そしてこの表でいきますと、景観評価のツールということで、今日話をしますゲームエンジンのところなんですけども、こちらのゲームエンジンは地形の編集と評価にも行うことができるかなということと、あとバーチャルツアー、今日の話のメインになるバーチャルツアーについても評価に当たるかなということで、こういったツールを用いることによりまして、治水と環境、そして景観に対応したレベルの高い河川計画設計に持っていきたいというのが我々の大きな狙いとなっております。でこの iRIC なんですけれども、2007年国大の先生、清水先生らの提案によって開発が進んでおります。でもともとはですね、水だとか土砂などの数値シミュレーションが行える無料のものというのが大きな特徴となっていて、メリットとしましては、高度な2次元の箇所変動計算が行えるということもありますし、あとは分かりやすい結果を表示することができるということもあります。で最近はですね、我々もいろいろの開発しているというところもありますので、河川のSIMだとか、あとは ICT 施工なんかにもかなり貢献している、信用性が高いということもメリットとしては挙げられるかと思います。でこのですね、多視線川づくり支援ツールを使った新しい稼働設計のプロセスを少し見ていきたいなと思うんですけど、まずどこかで災害が起きます。でその後に、現状を把握するということで、測量としてドローンだとかグリーンレーザーを使います。
で、その後で、こういったものを使って3次元地形を取得するということで、次に1次検討をこの地形を使いながら行うものとなります。で、この1次検討の時に IDIT をすでに使うということで、調査で得られた地形情報をですね、まあ、使いながら可動設計だとか、あとは流化能力の算定を行います。また同時に環境の評価も行うというものとなっております。で、次にですね、詳細の設計ということで、完成した設計断面などを仮想空間化することによりまして、地形の微修正を行ったりだとか、あと景観の検討、あとは住民との合意形成などを行うことができます。ここがまあ詳細検討という部分になります。で、その後、施工となりまして、3次元データを使用することによりまして、ICT 施工や出来方管理の効率化を図ることもできます。で、維持管理につきましても、デジタル管理、あとはサイバー上に同様の空間を作り出すデジタルツインというものなどによりまして、効率的に維持管理を行うことができるということで、このようにですね、3次元データを使用することによりまして、一気通貫のデータ利用、循環が活用できるというものとなっております。で、ここからはですね、それではメタバースとしてのバーチャルツアーについて少しご紹介していきたいなというふうに思っております。で、今日のテーマ、メタバースということなんですけども、このメタバースと観光を組み合わせたものを、使う方法の一つとして、バーチャルツアーというものがあります。で、このバーチャルツアー、なかなか使い勝手がいいなというふうに私感じておりまして、このツールを河川事業でも、使えないかという話をしていきたいなと思っております。とはいえ、バーチャルツアー、我々土木研究所で開発したものではないので、こういった新しいツールを使って、より効果的、効率的に公共事業に貢献できたらいいなっていうためのヒントというか、アイデアを今日少しご紹介できたらなというふうに考えております。で、最近ですね、バーチャルツアーを使うことによりまして、家にいながら海外旅行できるような商品も発売されているということがあります。で、こちらですね、先日まで結構流行っていたコロナのせいで、外出が自粛されていた期間によく売れていたという話も聞いておりまして、こんな形で、オンライン中継で話を聞きながら、自分の好きなところを見るというようなこともできるというバーチャルツアー発売されていたというところになります。で、こういったバーチャルツアー、メリットとしてどういうものが考えられるかということを少し見ていきたいと思うんですけども、まず第1点目としましては、データが軽くて扱いやすいというのが大きなメリットかなというふうに考えております。例えば仮想現実、先ほどいろんな仮想現実で見たと思うんですけど、結構大きいものって聞くともう本当に数テラになるようなデータ数があるんですけど、バーチャルツアーであれば規模にもよりますけど、だいたい数百メガ程度で収まるかなというふうにも考えておりますし、あとバーチャルツアー自体、クラウドに保存しておけば、URL をそのまま共有すれば誰でも体験することができますし、作るための高スペックのパソコンも不要ですし、あと見るだけだったら本当にもうスマホでもタブレットでも見ることができるという、非常にデータ軽いのがいいなというふうに考えております。あと、見たい場所を確認できるっていうのは、こちらは先ほど見た仮想現実ともほとんど変わらないんですけど、こちらは360写真をベースに作りますので、自分の見たい場所を好きな場所で確認することができるということもありますし、閲覧にも難しい操作は不要ですよということもメリットかなというふうに思います。あと、機械を揃えると、ほとんどランニングコストもかからないというメリットもあると思います。で、作成自体も非常に簡単ということで、計画して、撮影して、あとはソフトに写真をアップして、編集して完成。これ、いいところ大体数時間ぐらいで。バーチャルツアー作れるかなというふうに考えております。で、そういったバーチャルツアー、いろんなソフトウェア、有料版、無料版、あとトライアル版、いろんな形でありまして、本当にもう自由に作ることができるかなっていうこともありますし、あともう一個、我々の PR になるんですけど、バーチャルツアー作成マニュアルなんかも我々のホームページではすでに公開されておりまして、こちらなんですけども、皆さんダウンロードしていただければ確認することができると。で、これ、一つのソフトウェアに絞っちゃってマニュアル作っているんですけども、大体作り方はどのソフトウェアも同じかなということで、かなり参考になるんじゃないかなというふうに考えております。こういったものも活用することができます。
なかなか使い勝手が良さそうなバーチャルツアーなんですけども、これは、まあ、河川事業、まあ、特に広域衛星ツールの一つになればいいなというふうに考えております。で、このですね、河川事業の広域衛星、まあ、景観に関連する広域衛星なんですけども、こちらまだ現状としましては課題があるなというふうに考えておりまして、今までいきますと、例えばスケッチパースだとか、あとフォトモンタージュ、それからあと模型なんかがよく広域衛星のために使われていたところではあるんですけども、これ課題としてはですね、例えばこれ、ここにも書いてあるんですけども、固定された視点からのみの確認しかなかったりだとか、あと実際のサイズ、あと規模感、周囲との関係がちょっと分かりづらいよねっていう話もよくありました。実際、そういうことを勘案すると、まあ、得られる情報、実はあまり多くはないんじゃないかなというふうに考えられております。まあ、こういった課題を受けまして、まあ、景観を、まあ、強化する新たなツールが求められているのではないかということが言えるかと思います。で、この課題をですね、まあ、解消できる最新技術としましては、まあ、近年、まあ、注目を集めているバーチャルな空間の利用が挙げられます。で、このバーチャル空間を使いまして何ができるかということを少し見ていきたいなというふうに考えております。で、一つ目としましては、現実にある世界をバーチャルな空間に表現することで、そこに行かなくても、まあ、確認することができる、景観を確認することができるということがあります。で、もう一つが、現実をベースに将来の変化を仮想現実として表現すれば、まあ、景観がどのように変化するかということも確認することができるということで、そこで、まあ、現実と仮想現実の、まあ、2つを、まあ、バーチャルな空間に作り出すことで、まあ、この両者を比較できるということも含めまして、河川景観の、まあ、強化だとか、まあ、合意形成につなげていこうというものとなっております。で、バーチャルツアーといいますか、まあ、バーチャルな空間を作り出すものとしてはバーチャルツアーというものを、まあ、我々ちょっと考えてはいるんですけど、これはですね、複数の360度画像をですね、つなぎ合わせて地点から地点へと連続的に移動することができるというものになっていて、まあ、かなり直感的に、まあ、操作が可能ということで、まあ、どんどんこう好きな場所、いろんな場所で確認することができると、まあ、ここに、赤い点があると思うんですけど、こういった赤い点をクリックするとそこの場所へ飛ぶというようなバーチャルツアーとなっております。で、もう一つが、まあ、バーチャルな空間を作り出す二つ目のツールということで、まあ、これは仮想現実空間ということで、今日は先ほどから草前さん、杉山さんからも詳しい話がありましたので、まあ、詳細はあまり説明しないところではありますけれども、かなりもう現実に近づいて仮想現実の構築が可能となっているという状況となっております。で、ここからがですね、今お話をしました、バーチャルツアーと仮想現実を使った話となるんですけども、まあ、この後お話をしていく事例紹介の中ではですね、河川の整備を予定している地域で2つのバーチャルツアーを作成することとしました。で、1つ目としましては、360写真を撮影して整備前の現実を確認するバーチャルツアー。で、2つ目としましては、ゲームエンジンを使って整備後の仮想現実を構築するためのバーチャルツアー。ということで、まあ、作成方法につきましてはここに示した通りとなりますけども、利点としては同じ地点、まあ、視点場とも言いますけど、まあ、そういったところから景観を、まあ、整備前後で比較できるということが可能となります。じゃあここから少し事例を見ていきたいなと思います。まず一つ目としましては、愛知県の梅田川という川です。で、これ県が管轄している川になるんですけども、この梅田川につきましては、この黄色い線をまず対象としました。で、こちら、浜田川という川が、まあ、合流していて、まあ、この辺の合流点も含めた形でバーチャルツアーを作っております。で、ここにですね、西南側に大型商業施設がありますので、まあ、河川がきれいになって、かなりこう整備されると、たくさんの人が集まるということも想定されております。あと、本検討地区におきましては、堤内川にですね、水田がかなり広がっておりまして、古くから周辺の神社仏閣にお供えするための米を栽培しているという経緯もありました。で、こうした水田だとか神社仏閣も、まあ、河川としては代表的な景観として位置づけられておりますので、まあ、本評価の対象ということで、かなり広めにバーチャルツアーを作りました。
で整備メニューとしましては、稼働断面を広げるということで、この部分ちょっとこの部分ですね、稼働断面を広げるための、掘削だとか引き堤という、まあ、堤防をずらすという行為を行ったり、あとはそれに伴って堰の改築だとか、あと橋の架け替えも予定しておりました。でまた橋の架け替えで、生じた用地だとか、あと浜田川の合流点付近で公園や桜並木の整備も予定されておりました。でここからがですね、整備前の確認ということで、こちらがですね、360写真を使ったバーチャルサウンド作成についてということで、現地での作業につきましてはかなりシンプルになっていて、このようにですね、360度カメラをひたすら設置して撮影するということになっております。写真ではちょっと人が写っちゃってるんですけど、撮影時はなるべく人が写らないように隠れて撮影するというのが基本的な作業となります。でこれがですね、完成した360度写真を使ったバーチャルツアーとなりまして、左上に平面図が示されておりまして、今どこにいるか、あとはどっちを向いているかっていうのもちょっとこれ見づらいですけども、扇形がここに表示されておりまして、どっちを向いているかっていうのも確認することができます。でこの平面図内の点をクリックしても、あとこういうこっちの写真の方にも赤い点がありますので、こういったものをクリックしてもその場に飛べるということになっておりまして、バーチャルツアーどのように見えるかということを少し見ていきたいなというふうに思います。まあ、こんな形でですね、もうその場に立っている位置からもう好きな角度で写真を確認することができるということになっていて、まあ、この動画でいってますと、もう360度くるっと一回りするということで、河川だとか、あと庭内側の様子なんかも好きにこう確認することができますし、今飛んだようにまた新しい場所も飛ぶような状況となっております。まあ、このように360写真を使うことによって、写真の撮り忘れも一切ないというメリットもあります。で次に、今度は整備後の確認ということで、仮想現実を使ったバーチャルツアーの作成を見ていきたいなと思います。でリアリティのある地形の再現としましては、まあ、近景、中景、あとは遠景につきましての地形を、まあ、ここに示したデータを使って作成しております。でこの現在の地形をベースに、まあ、3次元の CAD ソフトで、回収後の地形を作成しまして、その後に上物としてはしましては、整備予定の桜並木だとか、あと公園なんかを配置するということで、完成した仮想現実を、整備前の撮影と同じ地点から360度画像を出力して、バーチャルツアーを作るという流れとなります。でこうして作った、バーチャルツアーがこちらとなります。こちらも同じく、ちょっと一回りして、なと思います。こんな形で、川以外の庭内側、水源なんかはかなり多く見えますよということで、整備が終わった後はこういう条件になりますというのも確認することがあります。これも同じく、遠くにある赤い点を押しますと、次の場所へ移動して、ここにちょうど川の中に落差庫がもともとあったところなんですけども、そういったものが、まあ、こんな形で解消されたなということも確認することができます。でここからはですね、整備前と整備後のバーチャルツアーを使って比較をしていきたいと思います。で上が整備前、で下が整備後ということで、まあ、ちょうどここにちょっと、大型なショッピングモールが見えているところではあるんですけど、整備後を見ていきますと、少しこの辺り、確認できたり、あと遠くに桜並木が確認できるなということが分かると思います。これは次々と見ていきたいなと思います。でこれも同じく上が整備前、下が整備後ということで、桜が見えたり、あと稼働掘削水性が見えたり、こういう整備をするんだなということもすぐ確認することができます。あと、ひもの撤去、あと落差工の配置なんかが行われているという状況も確認することができます。これ、合流点付近の状況も、桜並木が配置されることによりまして、まあ、水面に映ったちょっと桜の状況なんかも確認できたり、あとこの辺り、稼働掘削してかなりスッキリした様子なんかも確認することができるというものとなっております。で今紹介しました愛知県梅田川のバーチャルツアーにつきましては、我々の自然共生研究センターのホームページで公開しておりますので、まあ、皆さん職場にお戻りになってからでも後からでもいいので、まあ、確認していただければいろいろ今のバーチャルツアーを体験することができるようになっております。ぜひ体験してみてください。であと2つ目の事例紹介としまして、今度は北海道室蘭市
のこれ千里別川という川の事例になるんですけども、こちらはすでに住民の皆さんにも作ったバーチャルツアーを見ていただいているという事例になります。でこの内容につきましては室蘭工業大学の中津川先生のグループから資料を提供していただきまして、この、事例につきましては大学の研究室の研究の一環としてバーチャルツアーを作ったということで、かなり、まあ、面白い事例なので紹介していきたいなというふうに思っております。学生さんがもう一生懸命バーチャルツアーだとか仮想現実作って、まあ、住民の皆さんにも見てもらっているというものとなっております。でこちらはですね、室蘭工業大学の周辺を流れる千里別川というところになるんですけども、こちら、河川の改修が進められております。でこの地元に住む方々と、まあ、合意形成ツールということでバーチャルツアーを作られております。で改修済み、このあたり結構改修済みになっている部分もあるんですけど、こういう部分についても今後まだ上物の整備が残っているということもありますし、あとこの部分まだ未改修の部分もありますので、こういったところを、まあ、含めて全体のバーチャルツアーを作っているという状況となっております。で大きな改修としてはですね、このあたり、もともと青い河川可動方針が設定されていたんですけども、それを赤い可動方針に振り返ることによって、この緑地の部分を全部川にしようということで、かなり大規模な可動掘削が行われているということで、もともとこんなちっちゃい川だったんですけども、まあ、このぐらい大きい川になりますよという、事業となっております。でこちらですね、研究の意義と目的ということで、大きなテーマとしましては、まず一つ目として洪水時安全を確保する、まあ、これはまあもちろんの話になっているのと、あと平常時については地域の住民なんかにもよく使ってほしいという思いもありましたし、あとはもう3つ目としましては環境の保全をしたいと、まあ、再生をしたいということも大きな目的となっていて、そういったまあ特に中小河川ではですね、地域の意向をまあ反映した河川整備が重要ですよということも位置づけられておりますので、まあ、地域住民とのスムーズな合意形成を図るために、まあ、将来像が直感的にイメージできやすいコンテンツが必要だということで、まあ、バーチャルな空間、つまりバーチャルツアーを作ったという経緯になっております。で作成のポイントとしましては、まあ、本当にもう地域の意向を勘案した形でデザインを実施したいという思いもありましたし、あと平常時もそうですけど洪水時にはどのぐらい水があふれるかということも踏まえた、まあ、シームレスな画像を表示できたらなということが、まあ、大きなポイントとなっております。で実際作るときにはですね、こんな形でワークショップを開催しまして、特にこう最初住民の皆さんと一緒に現場を見ていただきながら意見交換をするという流れになっておりまして、まあ、得られた意見としては浸水の話、要は子どもが遊べるような川に来たいという話だとか、あとはまあ生態系ということで、まあ、魚が住めるような川にしたいという思いを持つ方もいらっしゃいましたし、あとまあキッチンカーを呼んだ、まあ、こういう地域の活性を目指した川作りをしたいというような意見も出ております。まあ、こういった意見なんかをワークショップで次々とまあ収集するということを行いました。でこの千里別川のコンセプトになるんですけども、もともと回収済みの部分につきましてはもう散策ゾーンという位置づけにしたらどうかという話が出ました。あと未回収の部分、これから稼働を振り返る部分については、まあ、浸水ゾーンということで、よりこう水辺にこう近寄れるような、まあ、川作りをしていきたいというような、コンセプトとなっております。まあ、こういったものを考えながらバーチャルツアーを作るということで、まあ、この辺の流れにつきましては先ほどと作業は全く変わらないんですけども、写真を撮影して、まあ、バーチャルツアーを作成するということで、これもまあ、簡単に動画ですけど、まあ、こういうバーチャルツアーはすでにできているということで、こういったものも住民の皆さんにも見ていただいているというものです。で、将来空間につきましても、これもまあ先ほどと梅田川と同じような状況になるんですけども、3次元の測量データを取得した後に、まあ、仮想空間を作る、あとは建物データを取得する。で、作った仮想現実から画像を出力して、バーチャルツアーを作るということで、これもまあ同じようなバーチャルツアーができているということで、まあ、こういう形で将来形が確保できてますよということが確認することができます。で、これもまあバーチャルツアーですね。まあ、この辺は、まあ、こんな形で動画なんかでも、まあ、住民の皆さんには見ていただいていて、実際ここ川になりますということもまあ確認することができると。いう状況です。
将来区間についてもバーチャルツアー作っておりまして、まあ、こんな形で、まあ、実際これ、住んでる方もいらっしゃいますので、自分の住んでる場所の近くが、まあ、どういうふうな川になりますよということも、こういった将来系のバーチャルツアーを作る、見ることによって確認することもできます。これも同じく、バーチャルツアー開始後ということで、まあ、これも動画になっておりまして、まあ、こんな形で少し、高い位置から見るとこんな感じですよという紹介なんかも、まあ、バーチャルツアー、まあ、仮想現実を作ると、まあ、こういうこともできるという状況です。で、できたバーチャルツアーについては、ワークショップだとか、アートフェスタでもですね、いろいろ住民の方々に紹介しているということがありまして、例えばこう右上にですね、VR を使用する室蘭市長さんなんかも来ていただいて、見ていただいたり、あとはまあ子どもたちなんかも非常に興味津々ということで、まあ、こういった動画を皆さんで見ていただくと。いうような状況となっております。あと、まあ、さすが、まあ、工学部らしいというところがありまして、まあ、洪水が起きた際の水の氾濫計算もしております。でそれを、まあ、仮想現実仮想空間で表現できるということで、これはですね、気温最大規模が来た場合にどのぐらい氾濫するかということを見た、動画となっているんですけども、まあ、こういったものも、表現することができるというところです。これも同じく動画になっていて、これも少し高い視点から見ると、例えば自分の家がどのぐらいどこまで浸水するのかということも、まあ、仮想現実を見ることによって、まあ、確認することができると。まあ、こういったものも学生さん自らが作って、まあ、住民の皆さんと連携しながら授業を行っているという紹介でした。で、こちらアンケート結果もなかなか好評でして、例えば、防災意識がとても湧いたっていう意見だとか、あとかなりイメージできましたよ、まあ、よかったですよっていうことがアンケート結果でも得られておりますし、あとまあ改善としましては、もうちょっと文字を、まあ、説明書きをあった方が分かりやすいですよねとか、あとはまあ眼鏡をかけてパソコンでしか見てないんで、やっぱり分かんなかったですよっていうこともあったんですけど、まあ概ねかなりイメージできたっていうような意見も得られていて、まあ、こういうアンケートを繰り返すことによって、どんどんまあ良くしていくきっかけとなるかなというふうに考えております。で次に、最後の事例紹介としましては、今度は施設紹介ということで、我々の自然共生研究センター実験河川があるというところなんですけども、そこのバーチャルツアーを少し見ていきたいなというふうに思っております。最近ですね、交換庁の施設紹介なんかでもバーチャルツアー体験できる機会が増えてきている部分なんですけども、大体はですね、目線の高さでしか体験できないというものが多いということで、まあ、我々のバーチャルツアー特徴としてはですね、ここにもありますけども、地上の高さ、これは目線の高さになるんですけど、それ以外にドローンで撮影した空中から撮った映像だとか、あとは水中カメラを使った映像ということで、地上、空中、水中の3つの視点からバーチャルツアーを作ったというのが結構売りかなというふうに考えていて、特にですね、こう左の写真になるんですけど、水中視点でいたときに、こう魚が映ると、この部分、このマークが出ているので、これをボタンポチッと押すと、魚の生態情報が出るということで、確認できるということで、少しじゃあバーチャルツアー見ていきたいなと思います。これ見えてますね。これ、我々の自然共生研究センターのバーチャルツアーということになっていて、まあ、こんな形で、これ、はですね、150メーター上空からバーチャルツアーを撮った、作ったものとなっていて、まあ、こういったもので好きな角度から実験河川なんかも確認することができますし、あと面白いのは1回地上に降りていただくと、例えばこちらを見ていただくと自然共生研究センター建物が確認できますよということもありますし、あとこっちを押すとなんとロビーの中まで、要は来客スペースこんな感じ、要は自然共生研究センターなんかこんな感じになってますよっていうのも確認することができます。このように展示ブースがあったり、いろいろ、まあ、お客さん来た時にいろんな紹介ができるというところもあります。あとまた実験河川にまた視点を戻しますと、こんな形で今現状の実験河川こんな感じですよっていうのも確認することができますし、あともうちょっとこう視点を降りて
下の方に行きますと、まあ、こんな形で地上目線からも確認することができると。で、あと一つ。今、ドローンを使った空中の映像を見ていただきましたし、あと今度は水中の方も少し紹介したいなと思っております。これを押していただくと、これ水中の映像も確認することができます。ちょっと皆さん多分見づらいと思うんですけど、ここに魚が1匹映っておりまして、このインフォメーションマークをポチッと押してもらえると、この魚タモロコですよなんてことも確認することができるという状況となっております。まあ、こういったバーチャルツアーも使っております。これ、実際に我々の矯正センターのホームページで公開されておりますし、実際にこのバーチャルツアー自体はもう職員直営で作っておりまして、本当にもう1日2日ぐらいでできるというものとなっております。で次がですね、今度は、我々矯正センターとしましては、バーチャルツアーの作成方法を学ぶ講習会なんかも開催しているという事例をご紹介していきたいなと思っておりまして、こちら今日紹介するのは、三重県の四日市市の事例を紹介していきます。まあ、それ以外にも岐阜県なんかでもバーチャルツアー作成講習会を行っておりますし、来月も行う予定となっております。でこの事例なんですけども、四日市市と東京大学が連携している取り組みの一環として開催されておりまして、これ、川ではなくて町づくりの事例になるんですけども、ちょっとこれ、見えづらいんですけど、ここにですね、近鉄の四日市の駅と、あとこの JR の駅があって、ちょっと 1.5 キロぐらい離れている間が結構閑散としていて、人通りもほとんどないということで、四日市市の市役所の皆さんとしては、このあたりなんとかこう町を盛り上げたいということがあって、何かこう、何でもいいから DX やりたいっていうオファーがあって、じゃあちょっとバーチャルツアーを作ってみましょうかというような流れになっております。で、これ実際ですね、四日市市の市の職員を30名ほど集まっていただいて、まあ、9時半から5時半ということで、だいたい5時間ぐらいのスケジュールで計画作成、発表して公表するっていう流れで講習会を行いました。で3班に分かれて、まあ、場所大体3キロずつぐらいのバーチャルツアーを作りますよっていうような催しをやっております。でこの様子なんですけども、地元のケーブルテレビで紹介されておりまして、スマートシティ化に向けた街づくり DX、 最初にですねバーチャルツアーはこういうもんですよっていう紹介をしながら、こんな形でこうバーチャルツアーを作れるんですよっていうような紹介をしながら、19年度から始まり、今年度はスマートシティ化を向けた街づくり DX をテーマにしています。こんな形で27日は再開発の計画が進む四日市市の中心市内部のバーチャル空間を使う実証実験を行いました。講師は国立研究開発法人土木研究所自然可能性研究所動画は調子悪いですけど、まあ、あとは公表を行って、皆さん作った各班で作ったバーチャルツアーを最後、公表会、公表して、まあ、終わるということです。すみません、ちょっとなんか動画が調子悪いんで、これで終わってしまいますけども、それぞれの各班で作ったバーチャルツアーをあと発表していただいて、最後の公表してということで、まあ、この講習会をきっかけとしまして、四日市の、まあ、市の市役所としましては、この場所以外にもバーチャルツアーを作りたいということで、ソフトウェアも購入しながら今後進めていきたいという話も伺っております。で最後、あまりもう時間がないのでまとめということで、ここからは河川事業でのバーチャルツアーの活用について少し話をしていきたいなというふうに考えておりまして、バーチャルツアー、河川事業で活用する効果は様々あるかなというふうに考えていて、今紹介したようなですね、整備前後の周辺、景観を比較したりだとか、あと配合地なんかとも関係性シームレスに理解することもできますし、いろんな角度から見ることができるので、コミュニケーション円滑化もすることができます。あと、河川以外にも対象範囲の制限もありませんし、最近、ビムシムなんかで3次元モデル活用するということもありますので、そういったものを大活用することができるということが、河川事業でのバーチャルツアーの効果かなというふうに考えております。で今紹介したようなですね、バーチャルツアー、いろんな形の表現があるかなというふうに考えていて、
例えば景観検討、街歩きもそうですし、あと維持管理なんかでも活用できるかなということと、あと施設の案内なんか、最近でいくと、まあ、紙パンフレットに変えてバーチャルツアーっていうところも結構増えているので、満足度の高い体験なんかも提供できるのではないかというふうに考えております。あと、最近、スマホなんかでも結構普及しているというところもありますので、情報なんかはリアルタイムに分かりやすくというのが大きな目標となっております。一方で、伝えなくてはいけない情報なんかもかなり多いということで、国と自治体、あと住民がもうシームレスに情報を行ったり来たりができるのが理想ということで、状況の把握、例えば雨降っているとか水位とか被災の状況なんかを把握したりだとか、あと避難の情報、災害情報などなどいろんなことをシームレスに住民の皆さんにも提供していかなければいけないということにはなるんですけど、一方で今日紹介したようなバーチャルツアーについても、もちろんやっぱり事前の準備が重要ですよねということで、例えばこうツールの作り込み、あとは災害時に活用するとはいえ、災害時どこで誰がいつやるかということも事前には決めておかなくてはいけないかなというふうに思います。ただバーチャルツアーは非常に高コスト、簡単に作成できるというメリットがあって、財政難でなかなかお金が出せないよというような自治体であったとしても、簡単に作ることができるかなというふうに思います。本当にもう時間がないんで少しもう最後まとめますけど、バーチャルツアーは2つ注目している機能があって、ビデオを上げ開く機能と、あと URL を開く機能っていうのがあって、それを少し紹介していきたいと思います。これ左のボタンを押すとですね、実際これ川の中のですね、こういう魚がこうどういうふうに泳いでますというような、リアルタイムの動画なんかも表現することもできるかと思います。あともう一個、これ右のボタンを押すと、こんな形でも URL をすぐ開いて、水位情報なんかを見ることもできて、例えば実際今リアルタイムで河川の情報がどういうふうになっているかっていうのを映像を見ることもできるかなというふうに考えております。でもうあまり時間がないんで少しこのバーチャルツアー、そうですね、自然共生研究センターの実験カフェのバーチャルツアー、紹介しようと思ったんですけど、これは後で見ていただければなというふうに思います。あとこれ先ほど房前さんから話がありましたので、ここも省略しますけど、九州地方整備局との連携もかなりやらせていただいておりますという話でした。で、我々のホームページは、研究成果ツール開発から、こういうツールのバーチャルツアー体験しようというコンテンツがいろいろありますので、ぜひご覧いただければなというふうに思います。ぜひ河川事業でもそれ以外でもバーチャルツアーを使っていっていただければと思います。以上で終わります。ありがとうございました。